カルマ。私と家内とは、とある結婚相談所を介して知り合いました。利用される方々の考えは様々だと思いますが、私は単純に35過ぎての独り身に孤独感を募らせておりました。また両親は離婚しており、共に私が成人してから再婚。気兼ねなく帰る場所もなく、もしも、こんなきっかけででも結婚できたらいいなとの考えから登録をしてみたんです。とはいえ、期待はあまりありませんでした。結婚相談所に期待がないわけではなく、私は自分自身に全く自信がなかったんです。学歴もさることながら、当時一番自信がなかったのが職場でした。故郷に本社があるとあるメーカーの店舗販売員で希望して東京配属となったんですけど、正社員とはいえ特技や資格があるわけでもなく若い社員ばかりで、正直いつ辞めることになっても仕方がないという心境でした。また希望して東京に出てきましたが、こちらに友人がいるわけでもなく非常に寂しかったのも事実です。休日はパチンコや競馬に費やし、蓄えもなく、正直自分はこの先どうなってしまうんだろうという不安に襲われていました。そんな状態でよく結婚相談所に、と、女性陣からはソース感を食らうでしょうが、世の女性たちの目も非常に確かで、自分で言うのも情けないんですけど、私に送られてくる女性のデータはほとんどありませんでした。会ってみたい男性または女性に、女性または男性から紹介状を通してプロフィールなどのデータが送られるというシステムでした。わずかな女性も実際私と会うと、ほどなく相談所から断りの通知が来るという具合です。もちろん私から対面をお願いした女性の方には全て断られてしまいました。一人を除いて、その一人が後の家内です。家内はプロフィールも私以上の経歴でした。一人っ子で父親は他界とのことでしたが、その他には特に留意すべき記述は見当たりませんでした。実際に会ってみても、なんだ動揺するようなインパクトはなく、大変常識的な女性でした。男性から見ると、いわゆる真面目で、特に面白みはないものの、極めて温厚、むしろ家庭的とも言える印象なんじゃないかと思います。そういうわけで、私は彼女に何ら悪印象はありませんでしたが、今までの経験からおそらくは彼女も断ってくるだろうと考え、積極的な話題を持ちかけることもせず、その日は実に淡々とお別れをしました。ところが数日後、結婚相談所から通知があり、彼女がもう一度対面を希望している旨が書かれてありました。そして本人からの了解を得て、初めて記載される住所と電話番号が載っていたんです。私は非常に驚きました。嬉しかった気持ちはもちろんありましたが、それと同時に困惑もしました。なぜ私？自分から登録をしておいて、誠におかしな話ですが、彼女の気持ちが理解できませんでした。私と並行して何人かを
天秤にかけているんだろうか。詐欺か何かだろうか。いや、金がないのは見て明らかだから、詐欺ではあるまい。などのくだらない猜疑心に苛まれたほどです。結局、その後数回の対面を経て、彼女の方からこう切り出してきました。私も蓄えがないし、興味もない。あなたさえよろしければ、結婚式は挙げなくてもいいですか？それでもよければ、一応形だけでいいから、母に挨拶に来てくれますか？こんなことを女性から言わせて、なんと不甲斐ない奴であるか、というご批判はもっともです。しかし、それまでの対面で結婚について具体的な話を持ったわけでもなく、私は目玉が飛び出すほど慌てました。彼女が散々匂わせていたのに、全く気がつかなかった、僕年人と言われてしまえば、それまでなんですけど、正直、それまでの対面は、極めて表面的な感じで、いいムードになった記憶もなく、そう切り出してきた時の彼女も、まるで何かの、商談をまとめるかのように、事務的でした。そうは言っても、私とて、結婚を考えていないはずはなく、彼女に自分から切り出さなかったことを詫びて、次の休日に早速彼女のお宅に赴きました。彼女のお母様、現在の義母も彼女同様に大変穏やかな印象の方でした。私に一通りのご挨拶をされた後、娘をよろしくお願いしますと申され、私は狐につままれた気分になったものです。私たちは婚姻届を出し、私のマンションで暮らし始めました。マンションといっても 1LDK の賃貸物件で、なんだか同棲みたいでしたが、彼女は一切不満を言わず、そこから変わらずに自分の職場へと出勤していきました。結婚してほどなく恐れていた通り、私の職場で人員整理が始まりました。私は上司から呼び出されて肩を叩かれたんです。他にも数名肩を叩かれた者がいたようでした。転職先の目処がつくまではという条件付きでしたが、私は絶望を感じました。しかし、心配はかけたくなかったんで、つまらないプライドもありました。彼女にその件を話せませんでした。当時は平日が休みの業務でしたので、彼女が出勤すると、密かに求人雑誌を見たり、ハローワークに出入りしたりしていました。そんなある日、彼女が夕食の後、唐突に言い出しました。あなたのお仕事も大変ね。もしも子供が生まれたら、平日のお休みだと一緒に遊べないし、私も寂しい。こんな事務所の募集見たんだけど、こんなところに勤めてくれたら、私も安心だわ。そして求人広告を差し出しました。ある教育書関連の編集事務所でした。私が求人雑誌を見ているのに気がついていたんだな、そう思いました。一読してみましたが、募集年齢もギリギリで、ましてや前職が全くの畑違いです。パソコンも趣味でいじってはいましたが、仕事としてのスキルとなれば、話は別です。そんなところの面接に受かるわけがないというのが、その時の私の気持ちでした。私自身では絶対に考えることのない職場でした。しかし、私の愚かなプライドを傷つけまいと、遠回しに話をしてきた彼女の気持ちがわかりましたし、何より切羽詰まった状況でもありました。
私は、実はリストラの淵にいること、職場を探していたことを彼女に告げて、その会社にも履歴書を送ってみることにしました。結論から言うと、私が自ら選んだ応募先からは全て断られ、彼女が勧めた事務所だけが私を拾ってくれたんです。彼女は大変喜んでくれました。私は畑違いの前職をカバーしようと頑張りました。職場の方々も今まで私が接したことのないような個性的で楽しい方ばかりでした。仕事の内容も自分に向いていると思って応募したわけではありませんでしたが、思いがけず興味深く充実感を得られるものでした。実は今でもここに勤めています。もはや時効だと思って当時の上司にどうしてあの時私を採用したのかと尋ねてみました。答えは簡単で、君しか応募がいなかったからだそうです。しかし当時も今ほどではありませんが、不況の風は吹いており、私のようなものばかりか、有能な人材も危機にさらされることがありました。タイミングといえばそれまでですが、私には多分上司にも大変不思議なことでした。一つのエピソードとして以上を語りましたが、これ以外にも彼女の助け舟で私たち家族が災難を乗り越えた例は大小織り交ぜ様々あります。しかしそれはあまりにも長くなるため割愛します。私の母、再婚はしていますが、たまに家族の顔は見せに行きます。母からは、ある時しみじみと、あんたは、ええ人と一緒になった。昔のあんたとは顔が違う、と言われました。私たちは、一男一女を設けました。仕事のせいもありましたが、本来が武将者で、彼女や家族とのこれという思い出もありません。私は、それでいいんだと思ってやってきました。彼女からは、一切の不満を聞かされることなく、子育てもすべて彼女に任せていました。子供たちは特に曲がることなく、二人とも人並みに育ちました。娘は今年社会人、息子は大学在学中です。そんな時、彼女が家で倒れたんです。帰宅した息子が発見し、救急車を呼びましたが、くも膜下出血でした。私が病院に駆けつけた時は、おびただしいチューブにつながれて、顔が赤く腫れ上がっているかのようでした。結局一度も意識は戻ることなく、息を引き取りました。死後の様々な雑事は省略します。亡くなって一月か二月か、娘が母親の部屋を片付けていたとき、ある書きつけを見つけたんです。娘はすでに読んだようでした。泣き晴らした目で私にその書きつけを差し出しました。お父さんはよくわからないと思うけど、私は何回かおばあちゃんから聞かされてる。私もお母さんに助けられて、いろいろと不思議なことがあった。お父さんは、書きつけ見た方がいい。私はお母さんは、許されたんだと思う。私は、自らのカルマを自覚した。私は現世をかけて、私の破片を探すしかない。私はついに、私の欠けた破片を見つけた。おそらく彼だと思う。母は説得できた。泣いて反対したが、父からも聞いている通りだ。仕方のないことだ。今は分かってくれている。私の欠落を補うため、私は今それを助けなければならない。そうすることで、私に
その破片が戻る。人の道を普通に歩ませることが、私に与えられた課題だ。現世は償いの世である。うんぬん。常日頃の彼女の印象からは、およそかけ離れた文章の羅列に、しばらくは何が書いてあるのかわかりませんでした。全くの空想を文に連ねたんだろうと思いました。何度も何度も読み直し、ようやくおぼろげながら言いたいことはわかりました。書き付けの内容を私なりに要約するとこうでしょうか。私は前世までに非常な罪を犯したため、現世では完全な形で生まれてきてはいない。現世はその償いのために与えられている。幸せを追求することは叶わない。私は魂の一部がさらに不完全な形で生まれてきているため、それを見つけ出し、あらゆる助けをしなければならない。それは、私の夫となるもので、私は現世でそれを助けよう。来世で許されるかはわからないが、またいつかそれを取り込み、完全な形で生まれてきたい。私たち、欠けた者同士から生まれてくる者に、私の罪が及ばないように全力を尽くすつもりだが、私には時間が残されてはいないようだ。私の罪が許されるかどうかはわからない。娘がこの件に関し、義母から何を聞いているのかは聞いていません。義母は娘が高校1年生の頃に亡くなっています。娘は書きつけを持ってきた時以来、そのことには触れてこず、普段通り立ち直っているように私には見えます。息子にも聞いていません。正直、何を聞けばいいのかもわかりません。驚いたことに、私がこの書き付けから受けた印象は、呆れたとか、馬鹿らしいとか、かわいそうだとか、肌が立つというように、彼女を別の人間として判断するものではなく、そうだと同じ目線から同意するものでした。私は彼女の欠けた一部なのかもしれないという考えはすんなりと私の中に入ってきたんです。うまく説明はできません。文字にすれば単なる軟弱な亭主の言い訳です。確かにそういう面もあるでしょう。しかし彼女との馴れ初めからまた転職は一つのエピソードに過ぎませんが、知らず知らずのうちに彼女に舵を取ってもらった私の反省を考えると、彼女の書きつけは非常に納得のいくものでした。彼女は私を男性として愛したことはおそらく一度もなかったでしょう。私も女性として彼女のことを熱烈に愛したかと言われると答えに詰まるでしょう。しかし決して冷たいわけではなく、そしてお互いに耐えていたということもない。彼女は私を尻に引くわけでもなく、むしろ私を何とか作り変えようとしていたかのようでした。決していい夫ではありませんが、いわゆる普通の人生を私に歩ませようとしたように思うんです。人は現世でのカルマがあるとは、通り一遍によく言われることですが、実際はカルマを知ることなく生きていくものが大半です。彼女がなぜこのような考えに至ったのかは全くわかりません。ともすると狂人のたわごとかもしれません。しかし私は確実にそのたわごとに助けられた半生でした。これを思うと彼女の書きつけを一生に付すことはどうしてもできないんです。現世のカルマ、それはすべての人に与えられ、来世へとつながるものなんでしょうか。
呪われた借家。ガキの頃住んでいた呪われた借家。最初に断っておくけど、長い割に大した内容ではないし、オチもない。この手の話が好きな人だけ読んでくれれば本望だ。それと、時系列順に書く都合上、リアルタイムの体験談と、成人し、後から知ったこととが混じってしまっているんで、その辺はご勘弁を。俺はとある県の田舎町で生まれた。親父がやっていた商売が大当たりし、俺が6歳の頃、県庁所在地に引っ越した。親父は自分の理想通りの物件を探すためにかなり奔走したそうだ。その甲斐あって、築年数は相当経っているが、格安の一軒を探し当てた。メイン通りに面した店舗部分は鉄筋コンクリート。それに接した1、2階の住居部分は木造モルタルという変則的な作り。さらに離れの位置に築4、50年は経っているであろう旧母屋の木造住宅があり、これがこの物語の舞台となる。親父のプランでは、まず店舗兼住宅を拠点とし、資金を貯めて数年後には土地、建物を取得。一時的に旧木造住宅を仮住まいとし、商売を続けながら店舗兼住宅をリフォームするというものだった。何より大家さんが高齢で病弱。おまけに古い建物だから、誰も相続したがらなかったゆえ、自分の手から離れるのなら、その方がありがたいというムードだった。なので借家の頃から店舗を少々改造して使っていた。商売の方は大繁盛で、しばらくは猫の手も借りたいほどの大忙しだった。引っ越しは、俺の小学校入学とほぼ同時期だった。だから転校生として注目されることはなかったが、すでに幼稚園時代からの仲良しグループが形成されていたんで、友達作りでちょっと苦労した。そういう思い込みがあったせいか、俺を異分子扱いし、露骨に避けていた栄夫と、打滑のごとく、不快な表情を浮かべていた B 子がいたことは覚えてる。他は特筆すべき点もなく、小一の夏休み前には普通にクラスに溶け込んでいた。この頃は楽しい思い出が多かったせいか、店舗や住宅部分の間取りや家具の配置まで今でも色付きで思い出せる。ところが、離れの旧家については全くと言っていいほど覚えていない。段ボールにおやつを持って大勢で秘密基地作るほどの好奇心旺盛なガキなのに、すぐそばにあるオンボロ家屋にはなぜかほとんど惹かれなかった。むしろ夜は無人で真っ暗だから怖いと潜在的に忌避してたと思う。小学2年生の夏、親父は自己資金をため銀行の融資を受けることが決定した。いよいよ不動産取得という段階になって、大家さんの二代目なる者が現れた。先代とは何十年も絶縁だったが、四季くらいは見とろうと、半年ほど前に復縁。それに伴って、土地を分割し、一部を相続したいと申し出てきた。親父が所有したいのは、メイン道路に面した部分であり、旧家まで含めると、正直言って土地が広すぎて、多額の固定資産税がかかる。二代目が相続したいのはその旧家の部分。それを解体し、マンションを建てたいとのことだった。ちなみに先代は大地主で、他にも多数のアパート、マンションを所有していた。両者の利害関係が一致したんで、これに同意。非常に紳士的で、信用できる男性だったので、ことは問題なく進んだ。ただし、我々が一時的に、旧家を仮住まいとし、その間に、
店舗兼住宅をリフォームすることを申し出たら、人が変わったように反発してきた。それは困ります。あんなおんぼろ、仮の住まいにもなりませんよ。他に移ったらどうですか？そうは言っても、親父はこのプランで動いているし、それが先代との約束でもある。何より、荷物を歩いて運べる距離に建物があるのだから、これ以上合理的な一時移転先が他にあるはずもない。わかりました。なら早急に明け渡してくださいね。二代目は、怪訝そうな表情を浮かべながら、そう言い残した。土地の分割にあたって、親父は測量機器をレンタルしてきた。若い頃に土方のバイトの経験があったのと、自分で土地登記をすればタダだから。これは司法書士などに委託すると軽く数十万は取られてしまう。ところが、登記簿謄本といくらにらめっこをしても数字が合わない。土地登記を見たことある人ならわかると思うが、実際の土地の面積って、縦×横で表されるような単純なものではなく、いくつかの三角形に分割し、三角関数を使って求めるのが一般的。この時は測量するたび、計算するたびに違った値が出て、親父も困り果てたそうだ。それでも、無理やり一つの解を導き出し、絶対とは言えないまでも、ギリギリ許容範囲内だろうという代物を作り上げ、親父は法務局へと向かった。意外にも書類は一発で受理され、後日職員が現地調査に伺うとの返事をもらった。その帰り道で親父は大事故に巻き込まれた。不幸中の幸いで命に別状はなく、ほぼ10ゼロだったので相手の保険で対応ができたが、車は完全に廃車の上、全治1ヶ月の入院となった。こんな事態になったので、引っ越しや土地分割の現地調査は後回しとしても、日々の商売を母一人でやるのは不可能。たまたまおばさん、母のいとこ、当時大学生が、早い夏休みに入ったので、助っ人として、うちに住み込みで働いてもらうことになった。しばらくは女でメインで大変だったと思うが、親父が退院したらすぐ、引っ越し準備にかかれるよう、旧家の掃除をすることにした。それまで、旧家の玄関は入ったことはあるが、その奥は初めてだった。親父がああなった以上、俺も何かしなきゃいけないという強い思いが先行し、怖いだのなんだのとは言っていられなくなった。おばさんを先頭に、俺、そして一つ下の妹の計三人が二階に上がった。階段を上がると両サイドに部屋が一つずつあった。おばさんは向かって、左手の部屋に入って掃除の指示を出した。はたきで上から下に埃を落とし、それから学校の掃除と同じようにほうきとちりとりで床のゴミを集めるんだよ、と。おばさんのやり方を見てから俺と妹は反対側の部屋に移った。作業に没頭していると不思議と恐怖は薄れるもので、数分も経てばキャッキャと悪ふざけしながら掃除を楽しむ余裕も生まれてきた。すると反対の部屋からおばさんが俺たちに呼びかけてきた。そうそう、押し入れも開けて中きちんと掃除をしてね、って。はーいって返事しようと思ったら、おばさんの尋常ではない悲鳴が聞こえた。何事かと思って駆けつけたら、おばさんが腰を抜かしてへたり込み、押し入れに人がいた、と恐怖におののいていた。その後のことはよく覚えていないけど、普段の住宅に戻って母も加わり、おばさんが落ち着きを取り戻し語り始めた。押し入れの戸を開けた瞬間、恐ろしい顔をした一人の女性が
天井から逆さに顔を出し、それがスーッと天井裏に消えたとのことだ。それまで幽霊の類は見たこともなかったし、まして嘘をついて我々を脅かして楽しむような人ではない。父の代わりに一家の長となった母は、きっと気のせいだよと言ってなだめていたけど、内心は穏やかではなかっただろう。一方親父は点と点を線で結びつけていた。事故と幽霊騒動、いずれも旧家に対して何か起こした時に発生している。地鎮祭を前倒しし、その際に除霊もしっかりやってもらおうと結論付けた。早速そのように手配が進み、当日は親父も仮退院をもらって祈りを捧げた。これが効いたのか、その後しばらくは何事も起こらず、旧家の掃除は終わった。ついでに、ガキでも運べるものは先にどんどん運び入れようと思い、俺と妹はプレステ、漫画、衣服、人形などを何往復もして小出しに移していった。親父が退院した頃には大きめのタンスやテレビといったわずかばかりの家具だけが残り、それらもすべて運び入れたら、旧家にはすっかり生活感が漂っていた。親父の退院祝い、忙しい商売、どうせすぐまた引っ越すんだからと、段ボールに囲まれた、ちょっと非日常的な生活。これらに生まれて気がつかなかったんだが、奴は虎視眈々とその機会を伺っていた。旧家は台所は普通に使えたんだけど、トイレが汲み取りで、風呂釜は傷んで使えなかった。ある日、便所に入っていたら、ありえない角度で何者かに転ばされた。運よくとっさに両手を便器の縁にかけ、なんとか踏ん張って脱出できた。俺は事なきを得たが、妹は実際に便所に落とされた。たまたま悲鳴を聞いた俺が、店に行って助けを求めたからすぐ救出されたが、まあ、クソまみれで汚いのなんの。幸いにして夏休み期間中だったけど、妹は一週間くらい匂いが取れなかった。風呂場で何度も何度も水を浴び、石鹸とシャンプーで洗い流す。しばらく引きこもってこれをずっと繰り返していた。その妹曰く、トイレに入っていたら後ろからドンって押されたとのことだ。次奴が狙ったのは母とおばさんで、二人して悪夢にうなされるようになった。しかもそのビジュアルがほとんど同じ。黒い人が延々と自分のことを追いかけてくるんだ。そこで目が覚めて夢かと思って眠りについても、その続きを見てしまう。こんなことしているうちに二人はすっかりと寝不足となってしまったが、親父が退院し、本格的に復帰した頃、おばさんは帰郷し、その後は何もないとのこと。その分奴は母に襲いかかり、その行動は夢だけではなく、現実の世界でも牙を剥いた。ある時から母は、料理の準備で食器を頻繁に落とすようになっていた。他にもあっただろうが、食器が割れる音はセンセーショナルなのでよく覚えている。いくら寝不足とはいえ、バリバリ20代の若い頃の母だ。猛力するにはまだ早いが、親父は疲れているんだろうと母をねぎらっていた。そんなある日、俺は晩ご飯まだかなと思いつつ、居間でゲームをしていた。すると台所から、助けてという母の悲鳴が聞こえた。大急ぎで向かったら手首から血をだらだら流し、なおかつ包丁の刃を自分に向けて、それに必死に抵抗している母の姿があった。俺はとっさにまな板を持って母の両手を
2、3度思いっきりぶん殴り、包丁を叩き落とした。すぐ救急車を呼んで、病院に搬送となった。出血はひどかったが、軽傷で済んだので、3日後には退院ができた。帰宅した母が言うには、自分でも、なぜあんなことをしたかわからない。だけどそれ以降、一度も悪夢は見ていないとのことだ。ここで、我々家族は、一つの仮説にたどり着いていた。奴は、旧家に住む人に致命傷を与えて、目的を達成したら、ターゲットを変更する。ただし、出て行った人に対しては、深追いはしないと。事実おばさんは、あれ以降至って、平穏な日々を過ごしているし、親父の事故、俺と妹の便所、母の包丁以降も同様だ。ならこれ以上、悪いことは起きないんじゃないだろうか。いや、まだ一人残っている。俺だ。俺は確かに、便所で何者かに、転ばされるという不思議体験はしたが、所詮はそれまでであって、未遂に終わった以上、致命傷とは言い難い。どう考えても、一番注意すべきは俺だったと。後からだったら何とでも言えるけど。この頃は、まだクソガキだったんで、他人の忠告や警告なんて、全く気にもしていなかった。とにかく、この説が正しいものと仮定し、店舗と住宅のリフォームは早急に済ませる。新居に移りさえすれば、まあ問題はないだろうと。それまでは注意するようにと結論に達した。夏休みも残りわずかとなった8月末のある日、先に書いた通り、旧家の風呂釜は壊れていたんで、うちの入浴は行水と銭湯通いを一日おきぐらいに繰り返していた。この日は母と妹と一緒に女風呂に入った。ガラリと大浴場の扉を開けたら、数秒後に女の子の悲鳴が聞こえた。裸だから判別するのにちょっと時間を費やしたが、声の主はビーコだった。そう、入学以来、俺を打滑のごとく嫌っていたあのビーコだ。バーカ、お前の裸なんか興味ないんだよ、と言おうと思ったら、後ろ、と、わけわかんないことを言って、ビーコは浴場から急いで逃げていった。こいつはいつもそうだ。入学以来、俺を見ては、いやーった。こっちは何のことだかさっぱりわからんから、笑顔で普通に歩み寄るのだが、今度は泣き出してしまうから、まるで俺がいじめてるみたいだ。女の子を泣かせたらダメだろって、一部始終を見ていない先生に怒られたこともあった。それ以来、こいつは敵だ。俺にとって何の役にも立たない。いるだけで不愉快な敵だ。そんな奴が消えてくれて大いに結構。この時の俺はその程度のことしか考えていなかった。8月の29日か30日のこと。クソガキ数名が集まって、夏休みの思い出の作文まだだったな。やばいな。だったら今から思い出作ろうぜ、という安直な思いつきからサイクリングに行くことになった。その日、お察しの通り、俺は事故に遭う。男子四五人が縦一列になって、広い歩道、自転車走行可能を走っていたら、一時停止を無視した車が横から俺だけをピンポイントにドーンと。一回転して頭と背中を打って、救急車で運ばれて全治一週間。両親と一緒に見舞いに来たドライバーは、どこぞの社長のお抱え運転手で、普段は超がつくほど安全かつ有料な運転を心がけているのに、その日に限っては、なぜか白線越えてから停止しても大丈夫だろうと魔が差したとのこと。もちろん治療費は相手持ち、自転車も新品に変えてくれた上に、それとは別の
多額の慰謝料も払ってくれたんで、こちらとしても最大限の減刑を望み、前科がつかないように手配をした。両親は、この程度で済んでよかったな、と言っていた。ドライバーも同意はしていたが、多分彼にはこの言葉の真意は分かっていなかっただろう。事故の噂はすでに広まっていたから、ちょっとした有名人だった。無事でよかった。怪我大丈夫なのか？また遊ぼうぜ、などなど。次の日の放課後だったと思うが、入学以来、俺のことを避けていた A 子と B 子がやってきた。ああ、今更おめえたちなんか用はねえんだよ。とでも言ってやろうと身構えていたのだが、今までとは明らかに異なる好意的な目で俺に接してくる。消えてる。いないよね。と、わけのわからんキーワードは相変わらずだったが、凝り固まった敵意を徐々にほぐし、二人と初めて普通に本音で話をしてみた。要するに、彼らは俺ではなく、俺の背後に見える黒い人が嫌いだったとのこと。怖いじゃなくて嫌い。それが強くなって精一杯忌避していたんだと。でも小学生の情報処理能力ではそれを伝えることができず、あのような態度を取るしかできなかった。そう言われてみると、A 子も B 子も、後ろ、来るな、と何度も言っていたし、黒い人が見えるのは同学年では、この二人だけということも分かっていたから、他の人に相談することもできなかったと言っていた。旧家に移り住む前は、黒い人は小さかったんだけど、女風呂で B 子と会った日、要するに事故に遭う直前は、特にそのパワーが強く、この場に一秒といられなかった。耐えられなかったとも言っていた。とにかく、これで家族が、不幸な目に遭うことは二度とないと思っていたんだけど、二人はさらにこう続けた。俺くんの後ろの黒い人は消えたけど、黒い人はいる。俺くんが不幸になることはないけど、でも俺くん、きっと不幸になるかも。だから俺くん気をつけてね。言いたいことは俺の方がよくわかっている。要するに、俺や家族が直接被害に遭うことはないが、身内にまだその影響が残っている。とすれば、残るはおばさんしかいない。なんせ短期間とはいえ、あの旧家に住んだことのある人だ。俺は帰宅して、このことを母に伝えた。すると、A を、B 子証言とは無関係に、もしも次があるとしたら、おばさんしかいないと、母はすでに注意喚起を促していた。しかし、結論から言うと、おばさんは現在に至るまで、不幸らしい不幸には全く見舞われていない。むしろキャリアウーマン、女性実業家のサクセスストーリーとして、表舞台にどんどん出てもいいくらい、素晴らしい経歴を積んで、玉の輿相手に豪邸に住んでいる。うちの家族は五番目の人の予想を完全に見誤っていた。9月の中頃、店舗に接していた木造モルタル部分の解体があらかた終わって、躯体があらわになった頃、漏電が原因で木造部分はほぼ全焼、店舗も一部水をかぶってしばらくは休業を余儀なくされた。復旧が見えてきた矢先、今度は同業他社の新装開店のチラシが舞い込んできた。親父の成功を見てそれをパクって、さらに大規模な店舗が近隣にオープンするらしい。それまで泥水すすってでも家族一丸となって頑張ってきたんだが、ここで白旗を上げた。五番目の人は個人ではなく法人だったんだ。建築業者には手付金として
1000万ほど払っていたが、銀行からは融資を受ける直前だった。ここで引けば傷が浅いうちにまた立ち直れるという父の説得を受け入れるしかなかった。そうと決まればこんな物騒なところにはとても住めない。すぐ転居先を見つけて引っ越しをすることで話は決まったんだが、ここで一つの疑念が渦巻く。ここを離れたとして奴は追ってこないだろうか。除霊できるんだったら今のうちに徹底的にやっておきたいと。そこで八方手を尽くし、この界隈では割と有名だという神主さんを招いた。ところが神主さん、車から降りて店舗の前に立っただけで、これは私には無理ですと漏らした。多額のお金を用意し、ここまでお越しいただいたのだからすぐ帰られてしまっては困ると無理やり手を引っ張っていったのだが、店舗と休暇の中間くらいでギブアップ。本当にすいません。とても私に清められる相手ではありません。どうしても除霊を希望されるのであれば、私の師匠を紹介しますが、半年ほど待つかと。それよりもこれは、ここから癌として動かない自爆霊のようなものなので、皆さんが引っ越しをされるのであれば、それが一番手っ取り早くて確実です。その言葉を聞いて、ほんの少しだけ希望の光が見えた。除霊はできなかったけど、アドバイス料として当初の金額の一部をお支払いした。残るのは大家の二代目だ。この人はきっと何かを知っていて隠しているに違いない。推測というより限りなく 100% に近い断定で彼を呼び出し、話を伺うことに。開口一番彼はこう言った。この度は大変申し訳ございません。でも私は何も知らないんです。何も知らないのになぜ謝るんだと問い詰めたら、彼は自分の身の上を語り始めた。要約すると以下の通り。先代はある時から邪教にはまり、家族を犠牲にしてでも商売繁盛を願っており、その儀式が幽霊を最初に見た二階の部屋で行われていた。二代目の母親は家庭を顧みない先代と対立し、夫婦喧嘩や親子喧嘩が絶えなくなった。やれ二言目には、出て行け、離婚だ、といった罵声が飛び交い、思春期だった二代目は売り言葉に買い言葉で、こんな家出てってやる、と高校卒業と同時に家出同然に飛び出した。家を出てからも母親とは断片的に連絡を取っていた二代目だが、ある日の電話で、何人たりともこの家には住まわせないよ。出て行くのはあの人だよ。という言葉が母との最後の会話になった。二代目は母の言葉が気になって数年ぶりにこっそりと帰郷したが、家はすでにもぬけの殻で、近所の人に聞いてみても母親の行方は何としてもわからなかった。父については、〇〇不動産の看板があちこちにあるからいつでも連絡を取ることはできるが、当時は家庭を崩壊に導いたあんの奴はどうなっても知ったことではなかった。ここまでが昭和50年代の話。月日は流れ、平成の初期、40代となった二代目はすっかり丸くなり、二児の父親となっていた。そんなある日、遠い親戚から、父はもう長く持たないだろうと聞かされた。これ幸いと二代目は、弱り切った父の面に、小便でもかけてお別れしようと思っていたが、数十年ぶりに再会した父親は、まるで仏様のように見えたという。両手を握って、ワンワンと泣き出して、ただひたすらに懺悔された。すまねえ。お前にゃ、とんでもない苦労をかけた。
謝って済む話じゃないことは分かっているが、どうか一時の過ちだと思って許してほしい。そこまで言うならと、二代目は真っ先に母親のことを尋ねたが、先代も知らないとのこと。離婚したことは間違いないが、その後の消息は本当にわからない。ただし、離婚した直後から恐ろしいことが起きるようになった。二階のあの部屋の祭壇意識がなくなっていたから、母が何かやらかしたのは確かだ。あの家には俺一人しかいないはずなのに、そこら中から人の気配が感じられるようになった。やがて何もないところで転んでしまったり、タンスが倒れてきたりと、危険度がどんどん増していった。こんなところにはとても住めないと、自分が所有しているアパートに避難。家財道具は、ちょっとでも母の念が残っていたら嫌なので、リサイクル屋に二束三文で売り払ったとのこと。ここで二代目は、母の最後の言葉を思い出し、先代に伝えた。どんな状況であれ女性に、出て行けは死にも等しい宣告だろう。なら母は死んだとは考えたくないが、それに近い何らかの手段で、なおかつ親父を上回る、もっと邪悪な強力な存在となって、それに打ち勝とうとしたんじゃないかな。ここは私の家だ。誰にも邪魔させないよ。という強い思いを残して。二代目は、お恥ずかしながら、こういうことがあったんですと、両親に説明した。そう考えると、今までの、様々な出来事の辻褄が合う。親父は、土地を分割しようとしたから、数字を狂わせたり、交通事故で対抗。おばさんは、掃除に訪れたから、感謝の気持ちを込めて、実体の姿で天井裏から現れて、すぐ帰ったことから、勝ち組の人生までプレゼントされた。俺はクソガキだったんで、クソまみれにしてやろうと企むも未遂で終わる。なら、代わりに妹だ。母は家事をやっているから、いつでも襲うことができる。それがたまたま包丁だった。おっと、本家のクソガキがサイクリングだ？ならここは交通事故だろう。ここまで嫌がらせしてるのに、この家族どこまで鈍感なんだよ。じゃあ最後は会社ごと消えてもらいましょう。きっとこんな感じだったんだろう。さらに不幸なことがもう一つ重なった。当初の予定では我々が旧家に仮住まいを移す前に、例の神主の師匠さんに除霊をやってもらうよう先代が手配していたんで、それであれば我々が旧家に一時住んでも問題はないだろうと解釈をしていた。ところが親父の商売が予想以上に好調で、仮住まいが前倒しになってしまった。完全に順序が逆となったのだが、先代はそのことを失念していた。安い物件ってやっぱりそれなりのわけがあるから、みんなもほんと気をつけてね。病棟ヘルパー。数年前、病棟ヘルパーになったばかりの頃のこと。病棟ヘルパーというのは、病院によっては看護助手とか呼ばれることもありますが、医療行為は一切せず、体を拭いたり排泄のお世話をしたり、シーツ交換やお食事介助、入浴介助など、入院患者さんの身の回りのお世話をする仕事です。新人の頃出会った M さんという患者さん、男性がいました。M さんは初期の癌らしく、ヘルパーは病気についてはあまり詳しく知らされません。手術目的の入院でした。私をナースと間違えていた。とても真剣に謝ってくれるような、なんだかとってもお人よしな感じの優しい人でした。M さんには2、3日に一度お見舞いに来る Y 子さんという奥さんがいました。華奢で色白な美人、
本当に同じ女に生まれて、こうも違うものかと思ったもんです。でもある時 M さんに、本当に奥さん綺麗ですね。あんなに細くて色白だったら、私も人生違ったな、と言ったら、笑いながら、ありがとう。ただ、色白とか、細いとか、あんまり本人には言わないでね。あいつ生まれつき体悪くて、運動ができなかったんだよ。そういうの気にしてるからさ。ということでした。私みたいに、頑丈なだけが取り柄の女には、想像もできませんけど、あんなに綺麗な人でも悩みはあるんだなって思いました。M さんは無事手術も終わって、体力の回復を待って退院していきました。私にとって初めて関わった患者さんなので、退院の時の感激もひとしおでした。それから数ヶ月が経って、ヘルパーの仕事にも慣れてきた頃、また M さんが入院してきたんです。皆さんもご存知の通り、癌は再発したり、転移したりするんです。きっとそういうことなんでしょう。ヘルパーの私にはあまり難しいことはわかりませんが、今度は Y 子さんはお見舞いには来ていませんでした。どうしたのかと思って M さんに聞いてみると、あいつの体のこともあるから、福岡の実家に帰したんだ、とのこと。M さんも病気で大変な時なのに、奥さんのことまで思いやって、本当に優しいんだなって感心しました。代わりに今度は、M さんの実のお父さんが毎日いらしていました。お父さんも M さんと似て、優しそうな方でした。ある朝、M さんのいる大部屋に入ると、M さんのベッドが空いていました。ああ、今日手術なんだなって思いました。担当ナースの K さんが、M さんは今日オペで、明日以降は ICU よ。しばらくは会えないわね。A さん、私のことです。A さん、M さんのこと、お気に入りだから寂しいねって。他の患者さんの前で言うので、私は顔から火が出そうになりました。10日ほど経った頃でしょうか、K さんに。A さん、M さんからご指名よ。昨日から、丸号室に移ったの。清掃をお願いしたいんだって、と言われました。K さんたら、いくら私が M さんのことを好きでも、あんな綺麗な奥さんがいるのに、うまく生きっこないじゃない。また顔真っ赤にしながら、丸号室に急ぎました。M さんこんにちは。手術お疲れ様でしたね。勤めて普通にして部屋に入っていきました。部屋にはお父さんがいつものように穏やかな微笑みを浮かべて座っていました。すいませんね。今、M は電話しに行ってるんですよ。もうそんなに回復してるんですね。じゃあ退院もすぐですね。そうですね。お父さんが少し悲しそうに見えましたが、その時は気のせいだと思っていました。しばらくして M さんが点滴台を引きずりながら戻ってきました。少しやつれたように思いましたが、まだまともなお食事ではないから当然か、と気にも留めませんでした。だって本当に笑顔がこぼれ落ちそうなくらいだったんです。あのね A さん、Y子がね、妊娠したんだって。嬉しいよ。本当に嬉しい。俺諦めていたからさ。産むの無理だと思っていたから。でもお医者さんが管理してくれてるから、今の医学だったら産めるんだって。すごいね。医学って本当に。いつになく興奮気味です。ちょっと複雑な気持ちを感じたことは否定できませんが、私も自分のことのように喜んであげることができたと思います。じゃあ早く退院しなくちゃいけませんね。早く奥さんの顔見たいでしょう。うん。新幹線も飛行機も万一のことがあるから行けないと
こっち来るなって言ってあるんだ。早く会いに行きたいな。幸せいっぱいの顔でした。そしてまたしばらく経ったある日。A さん、俺あさって退院だから、明日のお風呂予約してよ、と M さんに言われました。翌日、翌々日は、珍しく連休を取って、友人と旅行に行くことになっていましたので。わかりました。予約しておきます。でもごめんなさい。私ちょうどお休みなんですよ。退院の時のご挨拶はできないですね。残念です。でもまた、検査とかでいらっしゃいますよね。その時は声かけてくださいよ。そうなんだね。うん。残念だけど、A さん元気でね。俺のこと忘れないで。そんな、忘れるわけないじゃないですか。そうだよね。A さん、忘れないでいてくれるよね。と、やっと、いつもの笑顔で言ってくれました。そして休み明け、出勤すると、もう M さんは院内にはいませんでした。少し寂しかったですけど、患者さんが元気になるのはいいことですから、私も喜ばなくちゃと思いながら、また毎日のようにお仕事を始めました。それからどれくらい経ったでしょうか。私の契約は夜勤なしなので9時5時です。5時に仕事を終えて、着替えて、病院の前から駅に向かうバスに乗り込んで、ふと外を見た時でした。M さんがバス停から少し離れた救急口の近くに立って、こっちをとてもとても悲しそうな顔で見つめていました。あ、M さんだ。バスが発車してしまったので、M さんに声をかけることもできませんでした。次の朝出勤したとき、夜勤明けだったナースの K さんに会ったんで、ねえねえ K さん、昨日 M さん来ていたみたいですね。バス停から見えたの。会えなくて残念だったな、と言いました。K さんは、え？と少し変な顔をしましたが、私はもう仕事が始まっていたんで、その変な顔について何も聞くことができませんでした。その日の5時過ぎ、着替えて帰ろうとしたところに K さんがやってきました。あれ？ K さん今日って夜勤明けのお休みですよね。うん、A さんに話があって、一眠りしてからまた来たんだ。ちょっといい？院内では差し支えがあるらしく、駅の近くの喫茶店に行くことになりました。実は A さん、きっと詳しくは知らされていなかったんだろうけど、M さんってもう末期で手の施しようがなかったの。退院したんじゃなくて、ホスピスに転院したのよ。え？手術もね、本当に開いたら何もできなくて、すぐ終了したんだって。私もその辺は担当じゃないから、詳しくはないんだけどね。多分もう M さん、ここに来る体力なんてないはず。もしかしたら、なのにどうして？そんな、M さん元気そうでしたよ。悲しそうだったけど。悲しそうだった。あのね、言いにくいな。昨日ね、真夜中に急患が来たの。自丸未遂。すごく言いにくいんだけど、ワイコさん。え？ワイコさんって M さんの？うん、間違いない。じゃあまさか。昨日は処置しかできなかったけど、今日はご家族の方とかに詳しい話聞けてるかも。明日にでも日勤だった人に聞いてみるね。翌日はお休みだったんですけど、翌々日帰宅の前、K さんに呼び出されました。A さん、M さん、やっぱり。はい。M さんが危なくなって、いよいよだからって、ワイコさん福岡から駆けつけたんだって。でも間に合わなくて。
ワイコさんはずっと福岡だったんですか？お腹の赤ちゃんに万一のことがあったらってずっと実家にいたらしいよ。じゃあ会ってなかったんだ。ところがね、M さんとワイコさんがそこまでして守り続けていた赤ちゃんね、心音停止していたんだって。それで夕べ、K さんは私がショックを受けると思ってこの時間まで何も言わずにいたらしいです。でも私、大体のことは分かっていました。一昨日の夜、M さんが家に来たから。M さんはもちろん実体ではないんだけど、全然怖くはありませんでした。A さん、ワイコをよろしく。ワイコお願い。俺の言葉伝えて。ワイコが幸せに暮らすことこそが俺の望みなんだって。ワイコは何も悪くないって。悪いのは俺なんだから。ずっと見守ってるから、変な気は起こさないでって、お願い伝えて。なんか俺のこと見えるの A さんだけみたいなんだよ。親父もワイコも見えないみたいなんだ。だからお願い。わかりました。伝えます、と答えるまで。何度も何度も M さんはこの言葉を繰り返していました。